お母さんへ。私はお母さんと違って他人の目線が気になったり自信を失う時もありました。でもお母さんを見ているとそんな不安は消えていきます。中学生の頃、保護者会にとても派手なハイブランドの洋服を着てきたことを思い出します。他人が何と言おうとお母さんは気にしませんでした。私は結婚することが親にとっての幸せだと思い込んでいましたが、それよりも自分の心に従い本当にやりたいことを熱心にやり遂げることが大切だと教えてくれたのもお母さんです。ここまで私が自信を持って生きてこられたのは自由でのびのびとしたお母さんの姿を見てきたおかげです。普段はなかなか伝えられないけれど今日は感謝の気持ちを送ります。いつもありがとう、沙織。